はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の作図丸三をお送りします。で、これで作図3つ目で、またね、前回とか前々回と違うタイプの問題を今回は4問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、今回も長さに特に指定はないんですが、1っていうのがちょっとポイントで、長さ1の線分っていうのは決まってるんですよ。だからこの線分と1は任せます。別に1センチきっちりじゃなくても構わないので。それと、ちょっと短めの A、もっと短い B みたいな。それを設定して、まあ、書き方チェックという形でやってみてください。こっちも同様です。これ、ね、1が短い方がいいです。基本的には。では、やってもらって、で、ちょっとね、確認してもらって厳しいと思う方は、今から自分がね、解き方とか書き方の方をやっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほいじゃ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ちょっと今、連日撮影をしまくってたらですね、喉を枯らしてしまって、若干咳込むかもしれないんですけど、すみません、ご容赦ください。申し訳ない。じゃあ、まずね、上3問行きましょう。で、さっきもちょっと説明をしましたが、今回このポイントは AB っていう長さ1っていうのが指定されます。まあ、テストの時だとね、まあ、1センチ指定されたりすると思うんですけど、まあ、紙にも書いてある。その紙面でね、紙の上に書いてあるんですけど、その長さと A と B っていうこの 3つのパーツを使って AB の長さ、B 分の A の長さ、A の2乗の長さ、この3つを書いていきます。で、今回は、書いてる途中全部黒で書いていって、その答えの部分だけ赤にします。いつもとちょっと、なんだ、表現というか、書き方が違うんですが、まあ、そんな感じで聞いてみてください。で、自分の書き方と、先生とか問題集の書き方は若干違うかもしれないんですが、まあ、こういう考え方もあるんだなと思って聞いてみて。で、まず一つ目がですね、この、俺、AB っていうのをいつもこの左下に固定します。全部そうなんですけど。で、その AB っていうのを、あれと長さ違うけど許してください。幅がちょっと入らないんで。ここに AB と。で、これが長さ1ですね。っていうのを書きます。で、その時にこっちに伸ばすのと斜めに書くのが毎回出てきます。全部3つ。全部同じなんですけど。で、ポイントは A と B をどこに使うかっていうのがポイントです。で、結論から言うと、今回、ここに、ここで色つけようか。B っていう長さを置きます。で、斜め方向。こう書いて、A の方がちょっと長いんで、ここに、A っていう長さを置きます。で、ここ。垂直な、線を引いて、これに平行で、この部分を通る線。で、この平行の線の書き方については、ちょっと待ってね。については、前回の動画見てくださいの平行四辺形の書き方と同じになりますんで。で、この斜めの線は自由です。角度は。特に気にしなくて大丈夫。ただ、この平行のところだけは、ちょっと曲がったり許して。ここ平行ね。で、その時の、ここが AB になります。つまりこれが答えなんです。で、答えの書き方として、図示するだけ。これで OK だよっていう先生もいれば、例えば全部 AB 以外にも C、D、E って置いて、図の線分 DE と、そこまで書かなきゃいけない先生もいるので、それもちょっとうまく合わせてください。学校の先生とかにね。基本的には図示だけで大丈夫だと思いますけど。で、なんでこれで OK なのかっていうのを確認してください。結構ね、これ書き方覚えちゃう子もいるんですけど、できれば確認した方がいいかなと。で、基本的に使ってるのは比だけです。比。で、今、ここが平行な線になってるので、1対 B イコール A 対 AB が成り立ってます。1対 B イコール A 対 AB。で、それを比の比例式で表すと、1対 B イコールA 対 AB なんです。で、比ってのはなかなか外外が成り立つので、なかなかかけると AB イコール外外で、AB が成り立ってると。あ、じゃあ OK だね、という感じで持っていけるんですけど、これだと結果論になってしまうんだよね。書いてみたらそうでしたよね、みたいな風になってしまうので、じゃあ解くときにどう気づけばいいのか。で、これは自分分数をよく使っていて、1対 B イコール A 対 AB が成り立つっていうのは分数にすると
1分の B イコール A 分の AB が成り立ちます。で、今回もう基本的に A と B を組み合わせるだけなので、 AB っていうものが出てくれば、ここに B を使ってみたと。で、A 分の AB が出てこなきゃいけないから AB を書きたい。これ下 A で約分したら両辺イコールになるじゃん。じゃあこれでよくね。でもいいし、例えばここの部分を A にして B にしても1分の A イコール B 分の B、AB で約分したらイコールになるでしょ。なので今回ここ B、ここ A にしましたけど、実はこっちを A にしてこっちを B、 それでも長さ変わりますよ、変わりますけど、で書いても答えは一致します。 AB は絶対出てくる、この部分同じ長さのものが。だからどっちでも構いません。ただ書くきっかけとしては、自分は分数で持ってって、あ、こうなったら約分でね、も AB 出てくるじゃん、両辺成り立つじゃんっていう感じで自分は書くスタイルを取るんですけど、いつもやるのはね。だから同様に考えて、じゃあ B 分の A を作りたいとしたときに、また同じようにね、こうやって AB を、長さ1の AB を持ってくるじゃないですか。で、こっちを伸ばすと。で、ここに斜めの線を書いておく。で、今回 B 分の A を作りたいんで、さっき分数でやったように B 分の A って持ってきてしまえば、例えば B 分の A を作ってしまえば、1分の B 分の A ってやってしまえば1分なんてもないと同じじゃんか。だからこうなって両辺イコールになるんだよね。っていうことを先読みして、こうだったらいいなと。なので1分の B 分の A がここに出てくる、今度答えが。で、同じようにこっちが B 分の A なんで、 B 分の A ですよね、順番としては。だからこの部分に B を先に書くと。ここが、ちょっと待ってね、蓋したりね、蓋取ったりしちゃってて、 B を書いて、次にここに A を書くんです。で、書いてさっきと同じ、あとはここを B と結びます。で、ちょっと大変そうだね、ここを平行な線をこうやって書く、これ平行ね、平行な線の書き方は端折りますの時に、よいしょ、消えてしまった。ここの部分がB 分の A になります。1分の B 分の A イコール B 分の A となるから、先読みしてこう書けばいいんだなみたいな。で、もちろん比例式で解いてもこれイコールになりますので大丈夫です、といった感じで、最後 A の2乗ですね。これも全く同じです。まずよいしょ、 AB を書いて、まあ、1でね書いておくと。では伸ばしちゃいましょう。伸ばしたのと、こう斜めの線を書いておいて、で、A の2乗が出てきてほしいから、まあ B は使わなくていいです、基本的に。使わないと。で、どう考えるかっていうと、A の2乗のままだときついから、下で A で約分しちゃえば A になるよなって考えます。約分すればね。で、A 分の A2 乗っていうのは基本的に A じゃん。だから、こっち側、絶対1分のは使わなきゃいけないので、1分の A にしてしまえば右辺も A、左辺も A になるなと。で、あ、OK、これで式できたから、じゃあ1分の A なので、まずここに、よいしょ、ここに1分の A ってことで A を持ってきます。で、こっちは A 分の A2 乗なので先に A が来ます。ちょっと長かった、まあいいか、あ、とよいしょ、A が来る。で、ここを結んで、あ、曲がっちゃったかな、ちょっと曲がったな、これは。待ってね、まあ許せ。こうなった時のこの部分が A の2乗になります。1分の A イコール A 分の A2 乗だからね。こんな感じで書いてみてください。ちょっとこの書く問題、この特に1と A と B が与えられているとき、まあ C が出てくるときもありますけど、基本的にはもうこのやり方でできます。もう分数の式さえ作ってしまえば、あとは当てはめるだけみたいな。風でぜひやってみてください。
では次ですね、最後。で、今度は長さ1だけ与えられています。それだけがヒントで、長さルート3の線分を作図しようっていう問題で、これルート3だったりルート5だったりルート7だったり出てくるんですけど、基本的に書き方2個あります。で、一応両方紹介するんですけど、と正方形使うやつと円使うやつで、自分は円の方が好きです。好きですけど、正方形で書いてある参考書とかも多いので、ちょっとそっちで一応紹介しています。で、大事なのは、あのね、学校のテストとか先生が正方形推しだったりすると、定期テストでもう正方形書いてる時がある。その正方形を使って解きなさいみたいな。で、書いてあったらそっち指定なので、それで解いてくださいね。先生が正方形書いてるのに円で解いちゃダメだよ。それはまずいんだけど、で、どう解くかね。正方形があれば楽なんだけど、ない時は、これ下ギリかな、ちょっと待って、あのね、ちっちゃくなっちゃうんだけど申し訳ない。これでどの辺、この辺か、まあ、ここだな。ちょっとね、長さ同じになりませんけど、ここに1がありますと。で、こっからまず正方形書くとこからスタートする場合は、ちょっと伸ばして、これを通る垂線、垂線って書いて、平行な線書いて正方形作ってください、先に。ちょっと今、端折りますけど、正方形が、こうやってできたと思ってください。で、こっから何が起こるかっていうと、正方形ができるとですね、ここに対角線ができます。対角線。で、この対角線、長さ、ルート2です。なぜなら、1対1対ルート2。これはもう、なんだっけ、三角定規のやつなんでね、三辺を使えば出てくると。で、こっからですね、このコンパス、ここに合わせて、シュッて、シュッて下ろしてくる。そうすると、これね、ピーって伸ばすんですけど、伸ばしていって、シュッてやったところに、これね、すげえごちゃごちゃすんだよ。ここにね、カーブができ、追い方ができて、まあ、この辺に出てくると。そうすると、ここがルート2になります。ギリ、あ、入ってられてる。ルート2。で、上も伸ばします。で、ここを通るような垂線を書くと、こうなりますよね。こうなる。で、その時に、こことここの A を結びます。こういう感じで。で、これ長さ三平方で求められます。なぜかっていうと、ここの高さはずっと1なので、1とルート2でしょ。一応解いてみようか。ここ X、あ、感じた。X ってことで、ごめんね、書いてしまった。斜辺の2乗イコール1の2乗プラスルート2の2乗で2。解くと、まあ、プラスマイナスなんですけど、マイナスはね、長さ不適当なので、ルート3ってなるから、この赤が答えなんです。これルート3書き方です。で、これね、同じようにルート3ができたので一応書いておこうか。で、これがルート3と。こいつをまた絵みたいにシュッて下ろしたら、ここにルート3できるじゃん。上に伸ばして斜めにするとルート4ができるんです。で、1個数増えていくの。ルート5、ルート6って斜めが。だから、ルート3だったらこれでいいと思います。楽なんで。でも、ルート5とかルート7だと果てしなくなるんで、基本的にはこれでやってしまうとぐちゃぐちゃになる。だから、ルート3の時は正方形して出てくることも多いんですけど、まあ一応書き方の1個がこれです。書き方がね。で、もう1個が円なんですけど、円に関しては、ちょっと待ってね。これまたまた余計短くてごめんなんだけど、 AB こうやって1あるじゃないですか。で、ルート3だったら3って数字があるので、この右側に1をもう1回3つ作ります。なので、どうやるかっていうと、定規で伸ばすじゃないですか。曲がっちゃったけど、測り取ってシュッシュッシュッってやって3個分、シュッシュッ足んないね、シュッてやって3個分作ってください。で、そうなると4になるので、当然2個目の種のここが中心になります。で、これが奇数だったら、垂直二等分線で探してください、中点。で、なんで真ん中探すかっていうと、円を描きたいんです、今から、円を。だから中心が欲しいので、中心が分かったら、コンパス刺します。で、外からぐるっと回して円を作ってください。で、円を作ると、まあ、こんな感じになる。下多分、あ、入ったか。まあ、こんな感じになりますよね。で、その時に、この B のこの部分から垂線引いてください。垂線。書き方はまあチェックしてね。垂線の書き方。で、やると、ここに、曲がるかな。
こう、まあ、こっち下点々でもできますけど、この垂線引いた時の、ここがルート3なんです、これ今。で、これで終了。で、なんでこれルート3になるかっていうと、本当はね、この部分使って、方引きを使って考えたりもするんですが、自分三平方で考えるのが好きなので、これ、これ、ね、色、あなた合わせるとまずいね。ここ、1ですよね。測り取ったから。で、この部分。ここ、円の半径なので、ここと一緒でしょ？つまり2なんだよ。そうすると、1対2対ルート3。まあ、三平方を使ってももちろん構わないですけど、だからルート3になります。で、これで終了。これ2つの書き方。両方有名ですけどね。で、もし、ルート5って言われたら、1を書いたら5個右に書けばいい。1,2,3,4,5 って。書いて、中心書いて、円書いて、B からシュッってやったら上半分がルート5になりますんで、必ず。もしかしたら試しにやってみてください。計算するとね、絶対出てくるんでね。といった感じでございます。では、ちょっとね、長くなっちゃいましたが、今回も、ね、こちら間違った。今回は、高校数学、数 A の作図丸さんをお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、作図もうちょっとね、続いていきますので、毎回フリーハンドで申し訳ないんですが、もしよかったらね、次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。